おやっとさん、西田愛です。そしてみやびです。西田さん、はい、ちょっと報告がありまして、まりちゃんから、はい、ちょっとみやびに対するある問題が発覚しまして、やらかした。いや、私はそんな思ってないんですけど、ちょっとまりちゃんお願いします。ちょっとね、バカなんですよ。どうしたのいきなり。あるものにバカなんですよ。あるものにバカ。ちょっと心配で本当に。あ、先輩として。うん、でまあなんか動画にして何かやってあげたいなって思いもあったんで。ああ。金災じゃないけど。とにかく。そう。言うと、毎日同じものを食べてるんですよ。お菓子とか。夜。いや。あ、ご飯に。何食べてんの？今日木曜日ですけど、はい、日曜日からそれははい何回食べましたか？日曜日食べました？食べました。月曜日食べました。火曜日食べました。水曜日。昨日は違うの食べました。でも今日は食べます。明日は？明日は食べます。食べます？すごいじゃん。同じものを食べてるでしょ？そうです。心配だね。心配はしますね。その何かによるけどね、その食べてるものが。何だと思いますか？カップ麺。あ、じゃないです。あ、じゃないんだ。じゃないです。私はちなみにじゃがりことかでしばらく生活したことあったけど、そういうそっちじゃないです。あ、じゃない。カレーじゃないです。コンビニで買える。多分買おうと思えば買えます。普段どこで買ってる？スーパーです。レトルト？レトルトではないと思います。火を使わずに、もうパパパッと。火を使わずに。お湯使います。カップ麺じゃないです。正解はたらこパスタです。火を使わずに？そうです。火を使わないで、電子レンジでやるやつ？電子レンジで売ってるじゃないですか。あ、タッパーに入れるやつ。ああ、あれでやって。乾麺からは勢い戻すんだね。そうです、そうです。それで買ってきたものをベッて出して。レトルトじゃん。え、これレトルトなんですか？これレトルトでしょ。まあまあまあかけて食べます。毎日食べてんのそれ？そうです。それだけよね？あ、そうです、それだけです。中もあんま満たされる気もせんし、っていうか栄養バランスもそうだしね。せめて今日はペペロンチーノにしてみようとか、そういうのない？そうだね。ボロネーゼにしてみようとか。一回あったんですよ、その他の味も食べてみたんですけど、たらこが一番美味しいんですよ。はて、困りました。それで、だから今日は僕自腹でみやびここカットしていいとこだからね。自腹強調してるから。はいはいはい。自腹だもん。あ、そうですね。自腹で。はい。自腹でね。自腹で今東京で一番美味しいと言われているたらこスパゲティ屋さんを Uber Eats で頼みまして、本当に美味しいたらこパスタを食べてもらって卒業してもらいました。普段のこのレトルトの頂点を知って、いつものじゃ物足りなくなって立ってほしいなと、今日で卒業式。たらこパスタ卒業式。最上級のいいものを食べることで、あ、もっと外の世界を見てみようって、こう飛び出してもらうためにね。そうです。いいじゃないですか。で、東京たらこスパゲティという今女子に大人気の渋谷にもありますところを今頼みました。行ったことはないけど存在はもちろん知ってる。もうたらこスパゲティしかないお店ですからで、行列ができるお店ですから。一番好きな食べ物は唐揚げです。食べましょうよ。どうぞ。はい。すごい。どうぞ。なんかやっぱウーバーだからあったかい。おお。はい。ほらほら、上から取って、上から。あ、これ美味しそう。これめっちゃ美味しそう。見て見て。3種類どうぞ。でね、これ皆さん今飲み物もついてきたと思ってるでしょ。コーヒーかと思った。違うんですよ。この東京たらこスパゲティさんは、パスタを食べて、もちろんパスタも美味しいんですけど、最終的にはお出汁を入れて食べるっていうのがみそなんです。美味しい召し上がり方。絶対美味しいじゃん。絶対美味しいじゃん。なんで興奮してないの？好きなくせに。いやもうこれめちゃくちゃ食べたいです今。これでしょ？はい。とろろって書いてる。とろろなんだ。1個ずついきましょう。じゃあ普通のたらこいってみる。たらこスパゲッティってことで、これがまず普通のたらこ。麺もね美味しいんです。あ、すごい。麺がすでに美味しそう。どうしよう。絶対美味しいですよこれ。なんだ、たらこちょっと足りないじゃんと思ったらもうまぶしてあった。まず普通にどうぞ。いただきます。うん、美味しい。すごい量やん。毎日食べてるやつとどう比べて？全然違います。めっちゃ美味しいですこれ。めっちゃ美味しいですこれ。いただきます。うん、美味しいね。で、私がいつも使ってるのは結構べちゃべちゃしちゃうんですよ。その水が残っちゃうんで。パスタの水つけて、でももうたらこの粒が一粒一粒わかるんですこれ。あのためにプチ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 っていっていく感じ。麺の食感もこれね、歯ごたえがあって、歯ごたえがあって食べがいのある感じ。めっちゃもちもちですね。うん。あとバターの風味がすごい絶妙に美味しいね。大人気で行列ができた。これは美味しいです。軽く入れましたので、ちょっと私お出汁。スープパスタですね。生姜の匂い、あ、スープだね。生姜。飲もう。うん、生姜とか。なんだろう。和です。和。カツオ。カツオかな。こういうことでいいんだよね。そういうことです。この乾燥の海苔とかがさ。ふやけるわけでしょ。たらこに絡めてね。うん。いただきます。最高。最高。あ、味変最高。そら人気だわ。人気。うん、わかる気がする。さあ、いってらっしゃい。いただきます。もう戻ってこれなくなる。めっちゃうまいです。普段汁物飲まないんですけど、うん、めっちゃうまいです。まだ1種類目だからね。まだ1種類目だよ。こっちが明太子。あ、違う。ここの中の麺違うよね、うん、ほら、こっちがたらこ、こっちが明太子。全然中が違う。うまそうだなおい。一緒なのかな、中の麺は。一緒かもね。でも食べてみれば辛さがピリッとしてるのかもしれない。あ、そっかそっか。それとも上のものが違うのか。いただきます。はい。違います。嘘。違うの。違います。めちゃくちゃ食べやすいです。すみません、いただきます。いいんですけど、明太子だからちょっと食べやすいですね。うん、めちゃくちゃ。うんうん、うん、本当だ。本当？ちょっと待って、もう一回さっきのやつ言っていい？味だけ。麺は一緒。麺は一緒です。では、こっちの方の薬味。明太子とネギと。とびっこ、とびっこ、のり、みょうが。うん。こっちのがよりバターとかクリーミーな感じ。こっちのがさっぱり系。明太子の方がさっぱり。明太子。よっ。少なめにしました。今回は。これがきっかけになってみやびが卒業したらいいね、変色をより和風に感じる。こっちの方が明太子の方、バターとかはこっちもともと使われてるけど、今食べたやつはバターがそもそも麺に絡んでないから、すごいより和風が増す。みやび、いってください。いただきます。ピリ辛がまたいい感じです。めっちゃ美味しいですそればっかや引き出しが引き出しない。いや、もっと思っていいぞ。めっちゃ美味しいです。お父さん、お母さん、美味しいです。美味しいです心配やで。でも今やとパスタ毎日食べてるってなんか送ってきたりせんの？いや、しないです、自分で買って。心配するだろうな、この動画見たらお父さんお母さんね。次今日で卒業しますんで。見て麺、違うね。ジェノベ、あ、ジェノベじゃない。これなんだと思う？梅しそ、大葉、しそっぽいですね。しそ、しそです。これいただきます。しそです。しそですね。かけましょう。とろろに明太を閉じるというね。罪ですね。すごいですね、これ。いくらも入ってるんじゃない？いくらも入ってる。ありがとうございます。どうしましょう、これすごいですよ。せーの。なんか一番リアクション良くない？食感がすごいね。口に入った瞬間のこのネバトロ、とろろ、とろろ、もうとろろのとろろがすごい。でもたらこはちゃんといるの？います。あとやっぱ大葉がしその絡んだ麺とやっぱりプラスアルファで香りを足してくれて美味しい。うわー、いいね。めっちゃうまそうですけどね。いただきます。スープもいって、スープもいって、舌についてる。スープもジュルッといって、ジュルッと。めっちゃたらこが存在してます。おー、めっちゃ美味しいですこれ、さっきまで麺にたらこがついてたんで、すごいたらこが主張されていたんですけど、なんか微妙なたらこを感じられる。とろろで包まれてね、ふわふわしてるからね。めちゃくちゃ美味しいですこれも。もうね、今日卒業式ですからね、噛みしめてもらって。これもう卒業したくなりました。お、本当？今までの食生活から、はい、すごいじゃん、効果あった。毎晩買っていきそうです。これを逆にレベルアップしちゃった。じゃあこういうのの他にもね、いっぱい世の中には。しかも東京にさ、せっかく一人暮らし始めてさ、いろんな美味しいものがあるからね。いくら好きとはいえめっちゃ美味しいですたらこパスタ毎日食べてたとこから卒業して、いろんなものバランスよく、お野菜も魚もいろんなものをね、食べて行こうね。はい。ご両親に心配してるからさ、ご両親に向かってちょっと宣言をしてください。バランスいいものを食べますと。はい。お父さんお母さんからどうぞ。お父さんお母さん、これからは晩ご飯にちゃんとしたバランスのいいものを食べていきたいと思います。応援よろしくお願いします。可愛い。応援よかったね。仕送りよろしくお願いします。そうだね。はい、でも本当気になってたお店だったからやっと体感できて美味しかったね。またお店の方も行こうね今度ね、はい、今日はウーバーだったけど、実際お店にも行ってやっぱお皿でまた食べるとね、雰囲気違うからね。もうこれでもし家で帰っていつものたらこパスタ食べたらあれ違うってなる可能性があるからね。そうだね、あれ食べちゃったから、それを狙ってるわけですよ、もう戻れないってね。そうだからバランスいいもの食べて1週間に1回大好きな美味しいたらこパスタを食べに行く。はい、じゃあそういう生活に切り替えましょう。はい、でも今大丈夫でも目がものすごい力強い目になってるから多分ものすごく本人の中で何かがあったんでしょう。めっちゃ美味しいですね。じゃあこれ今後のね食生活しっかりしていってもらって、また美味しいものも皆さんにもご紹介しましょうね。はい、はい、というわけで買いましたすごい言うじゃん。お父さんお母さん自腹で食生活を見直すように見流しましたから、はい、先輩としてそこは5000円ぐらいしております。あらじゃあすいません、恋の人ごちそうさまです。ではよかったら、高評価ボタンとそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではみやびでした。西大でした。ありがとうございました。